グッドモーニングユーチューブ、morning, え、今日は、えー、再生会加藤病院の岸原先生より。エコーガイとか選手の、説明ということで、よろしくお願いします。はい、えー、よろしくお願いします。本日、あの、エコーガイとか選手の、説明というタイトルで、えー、発表させていただきます。よろしくお願いします。 本日のテイクホームメッセージですけども CAG、CA p c i 時のエコーガイドカでの代替動脈の選手はエコーを使用しない場合と比較して出血や血管合併症においては差はなかったとしかし静脈選手ですとか戦手回数を減らすといったことは明らかでありまして今後の大規模研究の方向が待たれるといったことになりますで皆さん選手時にエコーは使ってますでしょうかえっと 施設においてです、ね、結構差はあるかと思うんですけども、あとは今もラリアルアプローチ前世の時代で、あのフェモラルアプローチというのはあんまり、まあ、数は少なくなってきていますが、やっぱりまあ必要な場合もあるといったことで、当院では原則、ですね大体どの薬船指示は前例エコーガイド化で行うといったことを一応まあ取り決めとして行っております。個人的にはです、ね、ラリアルアプローチの際にもあのエコーを使用することもあって、とても、まあ、あの有用だなと思って使っております。 でえっと、いくつか成功研究を紹介いたしますけれども、まずあのポジティブなデータからいきますと、えー、エコイロ化成した合併症を減らすといった報告です。こちらの、えー、2010年の j a ク、えー、の報告で、えー、多成ランダム化の、えー、1000人ですね、の投資家とエコー化に割り付けて、プライマリーエンドポイントを大腿動脈製脂の成功といったことで定めて、えー、2つに分けてみたものですけれども。 まずあのプライマリーエンドポイントにおいては優位差はなかったんですけれども、やっぱりこの選手回数ですとか、あと1回での選手成功、と静脈選手のが少ない、あと選手成功までの時間が短いといったことに関してはあの、やっぱりエコーを使った方がいいだろうというような結果が出まして、あと合併症の人も血腫、5センチ以上の血腫もできにくいといった報告もあって、エコー有用なんじゃないかというような流れになってきておりました。 もう一つですね、2018年からの報告で、こちら939人をエコーなし、エコーありで、えー、比較したものです。で、えー、バックグラウンドは高、まあ、血栓薬の使用ですとか、もう含めてあのキャラクターに差はなくて、やっぱりそのエコーガイロカでの選手回数っていうのは少なくて、静脈選手も少なくて、主,主義時間も短い。その他にですね、あの痛みがあの感じにくかったですとか、血腫もやっぱりできにくくて、動静脈炉のっていうのもできにくかったといったことで、 やっぱりあのエコ外動化症者はやはりいいんじゃないかというような報告でした。次にですね、エコ外動化症者合併症を減らさないというような報告ですけども、こちらですね、えっとエコー30えっと129人をですね、エコーありとエコーなしで割り付けた RCT になりますけども、こちらのプライマリーエンドポイントは主義の合併症、あとは血管の合併症の複合といったことで見ておりまして。 エコーアリの群で30人の、えー、エンドポイント発生。エコーナシラ39人のエンドポイントがあって、えー、ピーチが0.09人。で、えー、この報告では、静脈回数の回数を減らしたが、それ以外、合併症とかにおいてはあの特にユーザーなかったという報告でした。こちらの、まあ、短視説でですねあの、サンプルサイズもちょっと小さくて、あと ACS も60%が含まれていたといったことで、 あったんんですけどもも、まあ、合併症を減らさないんじゃないいいじゃかという,う報告も出てきてきおりましたェイコは使っても使わなくてもいいのかということだったんですけども、まずあの考えてみますと、静止回数は少なくなりますし、静脈栓死することも減りそうということが明らかになってきていて、まあ、しかしあの、火星動脈瘤ですとか出血といった合併症を減らさないかもしれないといったところで、まず評価は二、まあ、分ではないですけどあの、どちらの報告もあるといったようなことが今の現状です。 こちらのまあ調査によりますとですね、ルーチンでエコーを使用してますかといったあのことを聞いてみると、循環器内科に聞いてみると、あの家庭室でエコーを使う、ルーチンで使うのは12%、使わないのは88%で、ただその家庭室にエコーはすぐ利用できる環境ですかというと、全く逆の数字であのすぐエコーを使えるというのは88%、エコーは使えないというのは12%。まああの ですね、置いてあるにもかかわらず、あんまり、まあ、あのエコをルーチンで使用しているという人たちは少ないんじゃないかと、まあ、これはあの我々の考えでもそうなのかもしれないですけども、といったことで、今回改めてですねあの、ジャマーからの報告で、あのルーチンのエコを使って、あのその合併症ですとか、そういったことをちょっともう一回検討していこうといったことで、報告がありましたので、えー、発表していきます。 今回ですね、マルチセンターのプロスペクティブ、ランダム化のトライアルで、2018年から2020年に行われました。エコーガイド化とエコーなし、投資化のみでの代替動脈選手を割り付けて、す、え、べ、ーえー、てですね、待機的なー示もしくは PCI 予定がすべて含まれていて、621人を1対1に割り付けております。今回、18歳以下とステミと、えー、代替動脈の触知できないといった人たちは除外されております。 今回のプライマリーアートカムは30日以内のバーク235の出血と血管合併症の複合です。今回これらの複合をプライマリーエンドポイントに置いた研究というのは、まあ、今回は初めてです。セカンダリアートカムは出血のみを見いたものでバーク235の出血。その他、選手回数、静脈選手、成功率、あとは選手丸の時間と止血で、止血デバイスを使用した場合のことについても検討しております。 エコーカード化選手のグループですけれども、最低10勝以上のエコーカードの選手が経験があること、あと大体動脈周囲の解剖に精通していること、あと投資はあの大体コットの位置確認のため、選手前に一応、えー、確認のために行われて、えー、主義が開始されております。今回先ほど、えー、お話ししたように、エコーありで311人、エコーなしで310人をそれぞれ、えー、インテンションとトリートのアナライシスで行っております。 患者背景を見てみますと、高リスク患者が多いというのは今回特徴でした。年齢が71歳で、BMI が30.3、PCI は42%含まれておりました。その他、女性が25%、MI の起用が50%で、PCI が45%、CABG の起用がある方も57%含まれております。平存症で見ますと、DM が42%で、AF が19%、PAD が18%でした。 でえー、次、全症例の半数はフェローが生死しております。その他、えー、FOTAP が25%で、UAP が8%。今回、ACS は、ステミア除外されてますが、ノンステミア含まれておりまして20、20%。あと CTO が14%でした。下の、えー、内服について見ていきますと、アスピリン内服が84%で、クロピドグレルも40%内服。 ドアックが13%で主義,主義中にヘパリンはだいたい7000体平均で使われておりましたとシースのサイズも問題になってくるかと思いますけれども今回6フレシースが多くて80% 7フレが17% 8フレとかまあ1%から2%となると少量でしたあとは今回あの止血デバイスの使用が半数上がっておりまして52%でしたそのうちの45%が えとあそのうちの大半がですね、半業種で、えー、ありました。これ全部 PCI なんでしたっけ ?PCI と CAG ですね。あ、CAG もはい。40%ぐらいです。CAG が60%ぐらいです。あ、それでも6フレを使うってこと ?6 フレを使っている場合は多かったです。へえー。はい。UAP とかもあって、あの、まあ、まのやったけど、実際 PCI には至らなかったっていうのもあったので、最初6フレから入ったっていうのがあったのかと思って。なるほど。はい。 で結果を見ていきますと、えー、今回、のプライマリアとかもセカンダリアとかも共に有意差はありませんでした。まあ、プライマリアとかもあの出血と、えー、合併症の複合ですけども、エコーありの群で40人に発生、エコーなしの群で50人に発生しておりまして、ピーチは0.25でしたで。セカンダリアとかも下見ていきますと、出血のみを見たものになりますけども、エコーありで31人、エコーなしで33人で、こちらも、えー、ピーチが0.78と、特に両群に有意差はありませんでした。 次にこの下を見ていきますと、血管合併症のそれぞれの項目別で見ております。こちらもでも優位差はありませんでした。動静、えー、脈炉、火星、えー、動脈瘤、幸腹膜出血といったことは、まあ、それぞれイベント数かなり少ないんですけれども、やっぱり優位差はありませんでした。そして血腫ですとか、えー、バーク2、バーク3の出血においても特に優位差はありませんでした。しかしですね、こう使用によって、やっぱり1回の戦死での成功。 あと、選手回数を減らすことですとか、静脈選手を減らすといったことには、やっぱりエコーを使用するといいんじゃないかというような報告が、やはり今回も出てきておりました。今回、の高リスク群を特に抜粋して、ですねあのサ,サブグループ解析を行っておりますけれども、まあ、年齢が75歳以上かどうか、性別、あと BMI が30以上かどうか、PAD かどうか、ACS か、PCI か、CTO か、7フレー上を使っているのか。 フェローが選手しているか、スタッフが選手しているかといったことで、それぞれ、えー、見ておりますけれども、それでもですね、やっぱりサブグル、これらのサブグループ解析でも、エコの有用性というのを今回は示さないというような結果でありました。これでも、スタッフが指す,指すとかなり良さそうじゃないですか。スタッフが指すと、まあ、そうですね、ちょっと見づらいですけど、まあ、かなりスタッフが指すと良さそうではあります。これやっぱり、ラーニングカーブがありそうですかね、そしたらね。うん これはあのディスカッションでも、はい、あの一応述べられていて、はい、今回半数がフェローが行っていると。うん、まあそれでも10勝例以上エコーガイドカードの戦士経験はあると10勝。10勝例じゃ足りなくない足り <laughs> ないと思いますけども、はい、一応、まあ、あのインクルージョンクライテリアはそういうになってはいた,いたのは、そうですね、事実ですね、はいで。ちょっと今回、あのー、 報告だけであの、特に表とかなかったんですけど、止血デバイスを使用した場合、特に今回、暗行修理でしたけれども、まあ、今回、それを使用すると、出血、合併症ともにエコーを使用するとよかったんじゃないかというような報告も一応、あの報告としてありました。で今回、ですねあのこれまで先行研究に加えて、今回の研究も加えて、メタ解析まで行っているんですけれども、ここまで行うと、やっぱり出血、えー、血管、合併症というのは少ないと。 ような報告だったんですけども、僕はやっぱりその一致性が今回のメタ解析が高くて、それもう一つですね、血管合併症単独でもメタ解析しますと、やっぱりあの、えー、血管合併症を減らすそうだったんですけども、やっぱりこのメタ解析は一致性が高いのではないかということはあの言われておりました。このメタ解析は別の論文ですかこれはの、これまでの先行研究と、えー、今回の研究を加えて9つのものを全部解析している 今日の論文の中でメタ解析もしている。あ、そうです。はい。はい、で、えっ、ー、と、まあ、エコガルカ戦士ではですね、出血や血管合併症によっては有意差ないんですけれども。まあ、時間を短縮して、え、戦回数や静脈戦士を有意に減らしたと。あとは、あの、止血デバイスを使用した場合に限ると、あの、エコガルカ戦士では、えっ、ー、と、これらの、えー、エンドポイントを減らしたと。 いったことが報告されております、まあ、止血デバイスはです、ね、やっぱり1箇所をしっかり止血するという特徴がありまして、まあ、圧迫止血はまあ全部止めてしまえるんですけども、止血デバイスを使用した場合に限ると、やっぱり1回の戦死で、えー、成功した場合に、止血デバイスを使用すると、やっぱりあの合併症を減らせるんじゃないかというのが理にかなっているかなと思います。今回は別の論文の報告なんですけども、足、ま、袋、あの時にパークローズを使用した場合の血管合併症。 の報告を見てみますと、やっぱり血管あの合併症も出血も優位に少なくて、まあ、今回のその報告ともあの、まあ、一致した報告になるかなというふうには思われます。あとあの、先行研究で,ですね出血血管合併症に関して、抗使用によって減少した、または減少しなかったと、と、まあ、両方の報告があるんですけども、まあ、どの先行研究でもやっぱり、あの,先行の成功と静脈潜水が少ないといったことを報告しておりまして。 えと今回、ですねメタ解析では、やっぱりその栄光ようによって、あのこれらの合併症を減らしたんですけども、ちょっと解析は一性が高いといったことがまあ報告されております。今回の,あのリミテーションとしましては、半数の主義はフェロによって行われております。あと出血の分類ではバーク2があの多く含まれております、あ。バーク2の出血には、あまりまあ輸血とかも必要ないそこまで大きなものではないんじゃないかということも述べられておりました。 あと今回の出血には主技に関連しないものが含まれていてといったことがリミテーションとして挙げられます。今回ですね、c g p c i 時のエコーガイド化での代替ドミヤク選手はエコーを使用しない場合と比較して、えー、今回のエンドポイントには差はなかった。しかし、ドミヤク選手は選手回数を減らすというのが明らかであり、まあ、今後の報告が待たれるということなんですが。 まあ試験であるんですけども、エコー化選手はあのすごくいいのかなというのはあの実感していることでして、報告にもあったように、エコーはあの家庭室の88%を入れてもすぐ利用できる環境にあるといったことがあって、結構どこの施設でもエコーは気軽に使えるといったことがあるかと思います。あとは大体どれかも視覚,がで視覚化できますし、針が入る瞬間まで見えるし。 世界化があるかどうかってう分かるし、そういった面でも安全に行えるといった面で、あレコーカ選手は進めるんじゃないかなというふうには考えておりました。以上です。はい、ありがとうございました、えー。今日、岸原先生の方から、エコーを、えー、使用しての PCI または、えー、CAG ということで、大、ま、体、あ、動脈選手に対してエコーが有用かどうかということだったかなと思います。でまあ、これまでにも えー、いくつか報告はあるようなんですけれども、後ろ向きまたは一応ランダマイズもあるけれども、N は少ないと、そうですね。ではいでえー、っと今回の新規制としては、まあ,あのプライマリーエンドポイントはあ結構ハードというか、あの出血とか血管合併症、そそここに置いたいたととう、ね、うでですすねねあのエコガル化選手の研究ではまあ、結構出てるんですけども、まあ、この 今回、プライマレンズポイントをあの出血と血管がパーションを複合に置いたというところで、あのーまあ、検討したといったところになります。うん、わかりました。CAG、えっと, CA と PCI の時にっていう部分も新規性あるのかなと,ちょっと思ったんですけど、先行研究は必ずしも CAG とか PCI とかそれでもないということですかね先行研究はですね、そうですね。あのー、PCI が、ちょっとお待ちください。こちらの一番大きいジャ、 ジの研究ですと、はい、PCI がですね、すべてが PCI ではなかったので、ちょっとおちください。<laughs> PCI は30%ですね、今回。あのこのこの弱先行研究で,はです、ねあ。ということは、残りの70%は CAG ということですか。はいえっと、CAG とかだったんだと思います。あ,あ、わかります。じゃあ、あくまでやっぱりインターベンションの時にどうかということですね。はい今回その CA G も、はい、CAG ももちろん入っているんですけども、 分かりましたでは普段の例えば、まあ、CV を入れるとかそういう時の話はもう全く今回は、ね、もう入ってないですし、はい、まあ一線工研究の方にもそういうのは示されてないっていうことですかね。そうですね、はい、はい。ありがとうございます。えっと最初にアンケートの方で、まあ、家庭室でエコーはまあたくさん置いてあるけれども実際使ってないっていう、まあ、このデータあったと思うんですけどこれは何ですかね海外ですか これ海外のなんか世界中で何か行われたあのた、ね、そうなんですね。はい。わかります結構なんか日本の感覚とも似てるかなと個人的には、ね、そう思いますね。思ったんですけどはい。結構は置いてあるけどなかなか使ってないということですね。そうですね。結構、はい、まあうちの施設ではまあ使いましょうということは原則になってるのでちょまあ 他の施設はどうなのかなというのちょっと今回気になるところだったんですけども。わ、はい、かりました。あとはまあちょっとその出血と血管合併症はまあ変わらないということですけど、やっぱり全体を見ると、ちょっといい方向には行くんですかね。そうですね。全体を見ると、やっぱりそのプライマリーセカンド・ライドカムでは有意はなかったんですけども、やっぱりその、静脈 選手を減らすとか、選手回数を減らすっていったことでは、まあ、これも先行研究と一致した報告にはなるんですけども、まあ、これでも十分エコー選手の意味はあるのかなというのは、はい、あの考えられるかなと思ってましたそうですね、まあ、なんか印象としてもやっぱり選手回数が減れば、景観合併症減るかなという、うね、思ってたんですけど、そこがちょっとつながらなかったのは、やはり、まあ、ちょっとそのエンドポイントが結構厳しかったという、そういう感じでしょうか。 それもあるかと思いますね。はい。なかなか難しいところであるんですけど、解釈が。わ、うん、かりました。ちなみに、主義時間とか一緒ですかね主義時間に関してはですね、えっと、今回、絶対の主義時間に関しては、えっと、特に報告、えっと、時間、えっと、報告がないです。あ、ごめんなさい、ありましたね。トータルタイムですね。はい。えっと、大体のべく選手までの時間って言ったことには特に差はなかったです。うん、あえっと、 PCI 自体の主義時間とかは ?PCI 自体の主義時間は、今回はえ特に報告はなかったと思う、うん、わ分かりました。はい。フロアから、えー、コメントいろいろ来ています。シワ発信先生より、エコー、えー、効果がいいと思うんですけれども、えー、6フレ以上では全例エで、止血デバイスも使ってますが、ここに3年で、 えー、一度も火星流とかを見てません、まあ、止血デバイスがいいのか、まあ、エコー化がいいのかどっちなんでしょうかということなんですが確かにそれは今回難しいですよねでも、あのー、今回その止血デバイスを使った群だけで見ると今回止血デバイスが半数ぐらい使われていてそれだけで見ると出血合併症ともにエコー群が減ってるっていうことがあると、うん、止血デバイスはすごくいいんじゃないかなというような 解釈もできるかと思いますうでもそれはそのエコを使って、例えばちゃんと1回で戦死できてとていうことがあるかと思うので、あのー、止血デバイスそうです、ね、そういったことも関連してるかなと思うので、ちょっとまあそうですね、これだけ見ると止血デバイスがすごく、が結果いいんじゃないかということになるんですけども、やっぱエコを使用するっていったことのメリットも、はい、あるかと思います。やっぱ1回で戦死成功できるっていうのはすごくいいことだと思う。 そうですねまあ、出血デバイス使ったところで、最初の戦士で幸福膜、例えば刺してたりすると、まあ、そこは閉じれるわけでもないですもんね。出血合併症のフォローはいつまでですかということですこれは30日です。あ今回、30日内のということになってわかりました。えー、と出血時の ACT はその後の出血合併症に影響しそうですが分かりますかということなんですか。 ACT はですね、測ってないので、ちょっとわからないと思います。ヘパリンが大体7000単位だったっていうことになるんですけども、その CG にヘパリン追加したかどうかっていうのをちょっとわからないです。うんまあ、おそらく CAG とか始めるときなので、はい、どうですかね、その刺すときにはもしかしたらまだヘパリン効いてないっていうことがそうかもしれないですね。はい、はいえー。フラの方からいかがでしょうか。 岩田先生、どうですか難しいですかね。十条先生、お願いします。今回、OSC を使ってる、使ってないでては見てないですかね。OSC、ドアップですかね。はい。はい、えっと13%入ってます。それのサブ,サブグループ解析はやってないですかサブグループ解析は今回やってないですね。 はい、なんやっぱりもともとおやし飲んでる人って ACT も上がりやすいしもともとのベースの値も高いのでやっぱりそういう人ってエコガイドがさらに良さそうかなって出血しやすい人だけで集めるともうちょっと差が出るのかなっていうのとさっき言いましたけどやっぱりラーニングカーブがありそうだなっていうのが、うん、あ思ったのとあともうちょい。 エコーガイドで合併症少なくてもよかったかなって思うのと多分こういうスタディになるとあの普通の安徐オガイドの選手もかなり気使うんじゃないかなと思うのでそうですねそこら辺のバイアスはかかるんじゃないかなと思いましたはいそれはすごく思いますまあただ概ねやっぱりいいと思うんですよねあの別にこれであのエコーを使うてもしょうがないっていう結論にはまあならなそうかなって思うのと あのーまあ、そもそも生きるか死ぬかだけの問題とか、でかい合併症だけの問題ではないと思いますし、まあ、300、300だとなかなか確かにそのイベントレートも少ないので、差はつかないかもしれないんですけど、あのー、やって別にそのデメリットは何もないのかなって思いました。はい、ありがとうございます。確かかににししててるる人の方がなんか気にはなるかなっていうところでした ちなみに透析とか人機能障害とかそういう方も入ってないですかねえっと、今回ですね、特に透析に関しては報告がないので人機能とかちょっと僕はわかんないですね。わかりました。フロアの方からうかかりましたフロアの方ら止血デバイスを使用するには大体動脈戦士が ベターなので、暗行資料には SFA 近畿出血デバイス使用のためにも、うん、効果でバイオファケーションを見極めるのがまあいいかなと思いましたということで、柴原先生からコメントいただいています。え、ま、ばた先生より、結構なしで、えー、すみませんね。作った一度火星流作った以来。以来、あ、以来、あ、以来、ごめんなさい。 えー大まあ、エコーなしで一度家庭で作った以来、大体、戦死の際は前例効果ですと。以降は一度も合併症ないので、エコー化戦死続けていきたいと思いますということで、まあ、結構、やっぱりエコーが皆さん使ってきているかな、というような印象ですね。まあ、でも、まあ、自分も昔は、なんていうか、エコー使わない派の方の人が多かったり、エコーを使うと。うん なんか時間かかるよって言われたりとか、まあいろいろありましたけど、やっぱり時間というか、まあ時代の流れ的にはエコーがやっぱり安全かなと、個人的にも思うようになってこれ、あれじゃないでもはあの、ハイボリュームセンターって使わないんじゃないの <laughs> 使わないかと思多いですけど、まあ結構、それでもまあ使ってる人は使ってるかなと思いますね。人によるかなっていうところですか、ね。なんかね、やっぱりいつも言うんですけど、 いやあのエコーなんかで刺してるとね、いざという時に刺せなくなるぞとかっていうあの高齢者の方いらっしゃるんですけどあの、いざという時って血圧がない時じゃないですか。そうです、ね、という時こそエコーを使い慣れてないと、とんでもないことになる真逆の発想だと思いますよね。うんうんうん、ありがとうございますそう。それはすごく思いますね。はい、意外とやってみると、なんか慣れないと難しいですよね、エコー外とかっていうのは。 でもやっぱりこう針が入るところ見えたりとか、ちゃんとの上から刺したりとかっていうのが分かるのでなんかすごくいいなと思って、僕は毎回、なんで使わないんだろうなって僕は思って見てましたけど、いつも。はい、まあ逆に普段から使うことで慣れておくっていうのが大事なのかなと思いましたね。はいえー、大体以上ですかね。ほか、白谷先生、川原先生、何か大丈夫ですか大丈夫ですかね。 はい、ありがとうございました、えー、岸原先生、じゃあ最後に何か今日はコメントという形で何か伝えたいこととかありますかそうですねあの、今回やっぱり、ま、施設によってこう使用するかどうかってやっぱり差があるかなというのはあの思ってて、うんあの、だけどやっぱりあの使ってみるとですね、結構いいなというふうに考えることが感じることがあるかと思うので、一度使ってみることをお勧めしたいと思います。 はい。ありがとうございました。えー、今日はジャマーカールドロジーからランダマイズで、まあ、大体動脈戦士の戦士、えー、をして、まあ、その後の出血合併症、血管合併症、どうかということを見たと、まあ。プライマリーエンドポイントには差はなかったですけれども、まあ、やや、えー、いい方向に、エコーフェーバーな方向に行ってました。戦、ま、士、あ、回数とか、えー、腸脈戦士を減らすっていうのはもう明らかであり、まあ、これまでのエビデンスの蓄積も得られているということで、まあ、やっぱりエコー外毒化で戦死していくのがいいかなと。 えー、いうようなことが、えー、今回の論文とディスカッションで思われました。皆さんもこのあたりエコを使いながら今日もコロナに気をつけていってらっしゃい。<music>